はいどうも GO!GO!TV GO です今回はこちら、ソード仮面ライダーエグゼイドステージ7の5番シミュレーションゲーマーを作ってこちらの仮面ライダースナイプのコンバットシューティングゲーマーを1回外してこちらのシミュレーションゲーマーをクロスアップして遊んでいきたいと思います。はい、今回なんですけど、再販品の仮面ライダースナイプのアクションボディセットがちょっと手に入らなかったんでまあ一応こちらの ものを使ってて、まあ、代用していきたいなと思っておりますただちょっと心配なのがコンバットゲーマーをなくさないか心配ですね <laughs> あの。一応、ソード確かステージ3の時のものなんですけど、一応あの箱は取ってあるんで、あのどんな感じであの分解するかだけちょっと一回見てあの分解していきたいなと思っております。はい、では箱の方を見ていきましょう。はい、こんな感じで仮面ライダースナイプのシミュレーションゲーマーが載っております。これなんかあの無意識に言うと、 シュミュレーションって言っちゃいそうですけど、シュミュ、シュミュ、シュミュなんですよね <laughs>。言いにくいですね。シュミュ、シュミュレーション <laughs>。ちょっとあの意識してちゃんと言いたいと思います。なんか多分無意識に言うのうシュミュレーションって言っちゃいそうなんで <laughs>、こんな感じです。もう結構そのセット内容を見るだけでもなんかボリュームすごそうですよね。前回のあの、たどるファンタジーのあの、ファンタジーゲーマーみたいな感じでかっこいい感じがしますね。で、裏面はこんな感じ。ゲーマーの力でライダーをレベルアップ。 こここんな感じでですすねねれかっこいいです、ね、これ単体だけでもなんかすげえかっこいいですもんね。でちゃんとこんな感じであの線腸っぽい頭部パーツになっておりますね。いいですね。では早速開けてみましょう <laughs>。では見ていきましょう。さあせーの、ドン。<laughs> パーツはやっぱ多いですね。パーツ多いですけど、昔。 しかも分割 <laughs>。いつもなら1枚にこうくるっと入ってるんですけど、今回分割で入っておりますね。こんな感じですね。もうすげえかっこいいな,な、<laughs> めちゃくちゃいいじゃないですか。しかもシール少ない。ありがたい。これはありがたい。で、ちゃんとゲーマードライバーも入っておりますね。ガシャットギアデュアルベータ付きのゲーマードライバーです。ではちょっと一回取り出してみましょう。 はいでは袋から取り出したんで早速パーツ見ていきたいと思いますではまずはこちらから見ていきましょういやーすごいですねこの砲台が <laughs> これ多分背中につけるパーツじゃないかなと思いますであとはえっとこれですねこの砲台はおそらく肩パーツにつけるやつじゃないかなと思います多分肩の辺からこうポコッと出すやつだと思いますでこれが胸のアーマーパーツですね で、こちらの、こうなんか、船っぽいやつですね。分割されておりますが、これは多分、腕につけるやつじゃないかなと思います。まあ、ちょっとあの、説明書を見ずにやってるんで、あの、間違ってたらまた後でちゃんと訂正させていただきたいと思います。で、あとは、頭部パーツと、まあ、こちら多分シール貼ればそれっぽくなると思います。で、あとは、こちらのガシャットキーはデュアルベータ付きのゲーマドライバーと、 あとは片パーツが左右ついてる感じですね。で、最後にシールと。まあ、今回なんか割とパーツの割にはシールが少ないのが非常にありがたいです。はい、こんな感じとなっております。では、シール貼ってポーンと出していきたいと思います。はい、ということでシール貼りが完成いたしましたんで、シミュレーションゲーマーを見ていきましょう。はい、では見ていきましょう。まあ、シールは本当少なかったんで、まあ、意外と簡単にできましたね。 シール箇所がここと、ここは2箇所ですね。とここの砲台の上の部分と、あとは、あ、こちらがちょうど胸のアーマーになると思うんですけど、こちらがシールがありましたね。で、あとは頭部パーツに、ここの白いシールと、あとは目のシールがあった感じですね。なで、も本当に簡単に <laughs> シール貼りは終わりました。 ではこちらをこれから仮面ライダースナイプのほうに武装するんでちょっと分解していきましょうこれ取って取ってでこの胸のアーマーのパーツ取ってあっこれについてた <laughs> 取ってでちょっとこれあのやりすぎたんで <laughs> 付け直して ででもこの状態にしてつけていく感じですね。では、やってみましょう。はい、では、仮面ライダースナイプにパーツをクロスアップしていきましょう。肩パーツとゲーマードライバーは、もうあらかじめ装着しております。まあ、実はあのシール貼りから1日経っておりまして、パーツをなくさないようにするために、アクションボディセットの方にもうあらかじめつけさせていただきました。では、説明書通りの工程でやっていきたいと思います。 はい。では、ちょっと最初に頭部パーツだけちょっと変えさせてもらいます。あの、この、コンバットシューティングゲーマーのこのちょうどマスクのこの部分が、あの、胸パーツつけるとに干渉しちゃうんで、ちょっとここだけ先に付け替えさせていただきたいと思います。では、こちらは、一応工程の一番最後なんですけど、ちょっと今回は、はじめにやらさせてもらいます。はい。こんな感じで、まず頭部パーツを変えて、で、胸パーツですね。胸のアーマーパーツを、 つけますでまあ本来はここで肩のこのパーツとゲーマードライバーをつけるっていう工程になっております。でこれが3つ目ですね。<laughs> 1つ目がパーツ分解で2つ目がこの仮面ライダースナイプ側のパーツを全て取るっていう工程で3つ目が、えー、っとこの胸パーツと肩パーツとゲーマードライバーをつける工程になっております。はいでは4つ目の工程はこちらですね。こちらを腕に装着するって感じですね。 これあの反対になるんですね。こっち、こっちの、こっち側がこっちの右腕につくうで、こっちが左腕につくうでなっております。まあ、付け方はこちらにあのこ,のここにはめる感じですね。裏からこちらにはめて、これで完成ですね。<laughs> ちょっとこ難しいかな。こんな感じかな。で、反対側もつけましょう。こちらも こんな感じも足していいですね。こんな感じになります。はい、四つ目はこんな感じになっております。これバランストラスの難しそうですね。あそうでもなかったです。<laughs> はい、こんな感じになっております。はい、最後がこちらですね。こちらを背中につける感じですね。つける方向はこういう方向でつけるみたいですね。でこの方向にしてこの背中のちょっとここのところに。 はめ込め込ば完成ですね <laughs> すげえこんな感じですねいろんなところからお放題が出ておりますねこれで完成いたしましたできましたこれで「仮面ライダースナイプシミュレーションゲーマーレベル50」ができました ははい、では今回はこのアクションボディセットをどんな感じで動くかってやってないですけどちょっとこのクロスアップした状態でどんな感じで動かせれるかちょっとやってみましょう結構なんか背中が <laughs> こう腕を上げると結構背中はゴリゴリ言いますけど、まあんまりこの「仮面ライダースナイプ」のシミュレーションゲーマー自体がそこまでなんか激しいアクションをしてるってイメージがあんまりないんでどっちかと言えばなんかこうなん,うんですか立ってこうどんどんこう <laughs> あの遠距離攻撃型な感じがするんで、あ,あんまりこうアクションをこうつけたりってことはあんまりないとは思うんですけど、たまにこう近づいてきたやつうバーって蹴ったりとらあてなかったとは思うんですけど、なんかあんまりこう激しいアクションを取ってるっていうイメージあんまりないんで、そんなポージングをつけることはなさそうなんで、基本的にこういう銃撃戦的なポージングさえつければいいかなって感じはしておりますが、一応まあ腕は、あ、でも結構、 この肩のこの砲台を向ければ意外と腕もこんな感じで上げれますね。足は別に何も干渉するもんがないんで足は普通に上がりますよね。足は普通に上がりますね。結構またいろんなポージングをちょっとつけれたらつけていきたいなと思いますが腕はちゃんとこのような感じで万歳できますね <laughs>。で あ,ーあ取れた <laughs> そう結構取れやすいっすよ、これ <laughs>。結構パツパツっていう感じでハマらなくて、なんかスポンという感じでハマるんで、なんか割と取れやすいんで、気をつけてください <laughs>。はい、じゃあもうちょっとあの今、ポーズが定まってないんで、ポージングをつけていきましょう。 はい、まずはタッチポーズをつけてみました。ちょっと先ほど説明するの忘れちゃったんで、ちょっと今説明させていただきたいんですけど、こちらの砲台がこのような感じで動きます。こんな感じですね。上には上がりますね。ちょっと下には下がらないですけど、こんな感じで上に上げることもできますし、こちらの砲台のも、こう、ちょっと動かすことができますね。こんな感じで。こちらも動きますね。はい、こんな感じとなっております。 はいこのような感じで決め技の時のバンバンクリティカルファイヤーのポーズを取ることもできます。はいあとたまに戦闘中にやってますこのような感じで砲台をくっつけるポーズも取ることができますがこちらはまあがっつりこうくっつけることができずにまあこんな感じになってしまいます。はいあとこんな感じで過去のラインナップのものと並べることによってこのような感じの再現をすることもできます。はいというわけで今回は「ー動仮面ライダーエ x ゼイドステージ7の5番。 シミュレーションゲーマーを作って仮面ライダースナイプにクロスアップして仮面ライダースナイプシミュレーションゲーマーレベル50を作ってみましたはいやっぱりこうやって見ると仮面ライダースナイプのシミュレーションゲーマーは非常にかっこいいですね <laughs> なんか最初は結構カンコレゲーマーとか言われてまあ結構いろいろ言われてましたがなんだかんだやっぱりあえて映像で動いてる姿を見るとすごいかっこいいと思います はい、でまあ、ちょっと物語の話をしたいんですけど最近この羽根や大河がすごくかっこよく思っておりますやっぱり何気に不器用ながらこの2人のことをすごい心配しておりますしあとやっぱり仮面ライダーでもこの2人よりも経験がありますんですごいやっぱりそういった面でなんかその経験の差なんかが出てきてるんじゃないかなと思っておりますでまああとこの仮面ライダーブレイブは今ダンマサムネの元にいますね まあ裏切ったっていうのか、まあ、何か策があって、まあ、ああいう感じでついてるのかは分からないんですけどまあちょっと今後この3人がどうなっていくのかっていうのが非常に気になるところですよね。来週が楽しみで仕方がないです。であとはまあここからの話は僕のあくまで憶測の話なんで、まあ、さらっと聞き流していただきたいんですけど次回予告を見たらパラドとグラファイトが CR に来てたんでもしかしたら黒の図を倒すためにこの4人が共闘するかもしれないですね。 もしかしたら一時的ですけど、なんか仲間になりそうな感じがしております。ただ、ここの二人すごい仲悪いですけどね <laughs>。この二人今めちゃくちゃ仲悪いですけどね。ゲームマスターの私を差し置いて、ずいぶん楽しそうじゃないか。パラドーとか言っていましたからね。もう本当に今、シンダンクロとはパラド見るたんびに、バグルドライバーツバイの中からでもパラドア、パラドアってめちゃくちゃ叫んでるぐらいなんで、まあ、この二人の 関係性もも今後どうなっってていくのかっていうのか非常に楽しみではありま,す、ね、まああの前回の、まあ、放送ではパラドはもうそのラブリカを消されたことによってすごいなんかプルプルしてましたけどもう最後のあのワンカットでんか心がたぎるぜって言った時に、まあ、何かをやっぱり思いついたんでしょうねもうあれがどうなるのかすごい気になりますね、まあ、おそらくあそこで、まあ、その何かをひらめいてそ CR に来たって感じだとは思うんですけど非常に来週楽しみです でまあ、最後に「総動仮面ライダー」のこの話をしたいんですけど、まあ、おそらく次回の「騒動仮面ライダーエ x ゼイドステージ8には、まあ、こちらのこのシルエットだけ載っておりますがおそらく仮面ライダークロノスがラインナップされるんじゃないかなと思いますんで騒動仮面ライダーエ x ゼイドステージ8も動画作っていきたいなと思っておりますんでよろしくお願いいたしますでは今回もご視聴ありがとうございました